今年はウニにハマったり、ちょっと大人の味覚になって食を楽しめたなっていうのがやっぱあったんですよね。伸び盛りだね、はい、伸び盛りを確認して150点、はい、この1年だったじゃないか。もう来年もいろんなものね食べれたらやっぱり楽しく生きていけるなってちょっと今年思ったので、来年も重大ニュースチャレンジして、重大ニュースはやっぱりその親の知らないところでやっぱり食べれてるようになったので、親を驚かせて、まあこれ親にとっての重大ニュースかもしれないんですけど、やっぱりそのなんかちょっと成長したなっていうか、一人でご飯を食べると、はい、家以外でご飯を食べるというような機会などができるとね、はい、家で食べてないも